皆さんこんにちは、トミックです。今回もインスタン DM でリクエストをいただきまして、なんかワンコインで一人前の寿司が食べられるところがあるんで行ってみてほしいと来たんですよ。ワンコイン500円で税込みよ。で、一人前の握りということで、1貫とか2貫とかじゃないんですよ。一人前なんですよ。で、まあ、食べられるというのをちょっと調べてみたんですよ。そしたら、なんかね、1ヶ月に1回だけそれをやってる店舗があるんですよね。それをリクエストされた感じですね。簡単に言うと、広告的なやつですよね、おそらく。これで美味しかったら普通の営業の時も来てね、みたいな反則みたいな感じだと思うんですよ。それでも、回転寿司とか、スーパーの寿司、もう、どんなに安くても500円で1人前ってないじゃないですか。実際その1人前でワンコインっていうか、どんなものなのか、百聞は一見にしかずということで行ってみましょう。ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方お願いします。ということでやってきました、こちらのお寿司屋さんですね。寿司居酒屋海福というところです。見た感じ居酒屋だけどお寿司もあるよっていう雰囲気でした。そしてでかく旗が立ってますね。ワンコイン寿司とめっちゃ押してます。月に1回ということで、今回は4月13日の日ですね。なので道行く人がみんな立ち止まって見てるんですよ、これ。そして予約もできるみたいですね。ちなみにアクセスは電車だと横浜の近くの天王町駅のすぐそばです。めっちゃ駅近です。そして居酒屋なのでメニューはかなり豊富そうですね。値段も割と安い感じ。すごいな、海鮮丼があら汁付きで1000円だって。どんなクオリティのものなんだろう。まあ海鮮丼自体は割と1000円で、出そうと思えばクオリティ下げれば作れますからね。それでも他のメニューもだいたい平均1000円前後。一応居酒屋なので揚げ物なんかもありました。そして営業時間が11時半からみたいですね。11時ちょっと過ぎぐらいなんですけど、お店の周りで人が並んでる気配はないの で、まだお店も支度中になってるので、もうちょっと休みます。一応ワンコイン寿司はテイクアウトもやってるみたいで、それは11時から販売してるみたい。店内に入れるのは11時半ですけどね。それ以外にも海鮮丼系もありました。ちなみにこの時間帯に買う人のほとんどはテイクアウトって感じでした。そして11時15分くらいで並んでるんですけど、テイクアウトのおかげかそんなに混んでない感じですね。ただ自分の後ろに3人くらい並んでる感じでした。店内はイメージ通り居酒屋ですね。そしてお茶はほうじ茶です。厨房でひたすらお兄さんが寿司を握ってました。ちなみに外で予約しなくちゃいけないのか聞いた時に、別にたくさん用意してるからしなくても大丈夫って言われました。寿司は12貫あって税込み500円。12貫はえぐいぞ。あ、一応数量限定って書いてある。でも売り切れることはどうだろう、来るお客さん次第か。おそらく12貫と関数は多いので、ワンコインの寿司のクオリティはあまり期待しない方がいいかもしれない。もしかしたら卵焼きとカッパ巻きで12貫とかなのかもしれないし、そこはわからないですけどね。酒も普通の居酒屋にしては安い方ですよね。チェーンの居酒屋か地方の個人経営でやってる居酒屋くらいの値段です。きたー、500円寿司、マジか。想像を超えたクオリティのやつ来たんだけど、値段的にツナコーンとわさびマヨ的なのがありますね。まあ仕方ねえ。ネタは軍艦3貫のわさびマヨとネギトロとツナコーンで、握りがお稲荷さん、卵焼き、なんかの白身、エビ、小肌、イカ、サーモン、ブリ、マグロですね。500円のクオリティじゃないんよ。ただ広告としてこれだとしても、本来はこのクオリティでいくらするのかが問題ですよね。ちなみに味噌汁もついてきました。味噌汁つくのは予想してなかった。寿司の形はこんな感じ。なんていうかシャリでかいですね。シャリの大きさが目立つせいかネタが薄く見えます。値段が値段なんで、まあまあまあ。ちなみに味噌汁はあら汁でした。あらが入ってないから飲むまで気づかなかったです。魚介の出汁がよく出てるあら汁です。さあお寿司行きましょう。お醤油皿はないので目の前にあった鶏皿で代用してます。まずはわさびマヨみたいなやつですね。ネタがモリモリに見えます。これはだいぶ米の密度がすごいですね。そしてわさびマヨそのままでした。食べ応えはすごい。そしてそこそこに美味しい。てか俺最初てっきりこれワンコインで7貫とか多くて8貫だと思ってた。ネギトロこれも大きいです。というよりこの軍艦海苔のところギリギリまで米があるんですよ。なのでネタがかなり持ってるように見える。まあ多いんだけどね。これもだいぶご飯味がすごい。そして隣のツナがついちゃってるのか、ツナの風味がすごかったです。あ、
ネギトロもツナか。お腹への溜まり具合はすごかったけど、ネギトロ食べた感はあまりなかったです。ツナコーン、俺ツナ缶好きなんで何もかけずに食べます。まんまツナコーンです。それ以上でもそれ以下でもないですね。これも限界までシャリがありました。お稲荷さんです。お、これ美味しい。そこら辺のスーパーで買うお稲荷さんより美味しいです。出汁がよく効いてる。サイズ感がちょっと大きめだったんですが、逆にそれが良かったみたいな。居酒屋だから美味しいみたいな感じかな。ちょっと寿司以外のものも頼んでみたいなと思ったけど、お客さん全員このお寿司食べてて、中の人もお寿司を一生懸命握ってたので、多分ランチはやってないと思うので、誰か行ったことある人、感想をコメントにお待ちしております。卵焼き、パッと見薄め。ただネタが薄かったんで気づかなかったんですが、シャリもなかなか大きいです。しかも密度高めでね。なんかの白身魚、これなんだろう。見た感じネタは少し小さめで、シャリがだいぶ大きめ。これは縁側の風味があるけど、ヒラメとかではない。ちょっとわからないな。このネタ聞きたかったけど、寿司の生産に忙しそうだったんで聞けなかったです。すみません。エビですね。エビは基本的にネタの大きさは変わらないから他と比較しやすいですね。どうですか？こうやってカメラ越しだと意外と普通に見える。シャリが大きめです。そして味も美味しいけど、ちょっとおにぎり感がある。小肌ですね。まあ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 、まあ美味しいです。だいぶお酢感は強いけどね。けどシャリが多いので、いやそれでも酸っぱいな。なんか全体的にちょっとおにぎり感があります。まあ居酒屋なんで酒飲みながら食べてっていう感じなら全然ありっすね。あとお腹に結構溜まります。お腹いっぱいにしたい人にはおすすめかも。イカ、ネタは小さめですね。だいぶ食感が柔らかい。ねっとりした感じ、美味しいです。おにぎり感は仕方ない。スルメイカかな。サーモン、炙りサーモンみたいな感じですね。これもネタが小さめ。回転寿司とかと比較するとね。でもサーモンの感じがしっかりと伝わります。美味しいです。そしてシャリのおにぎり感は他に比べてあまりないです。ブリですね。ネタは薄めです。だけどブリの存在感は感じないな。だけどお腹にたまる。ラスト、マグロ。身はちょい水分多めのあっさりした身です。これは意外とシャリが気にならないな。そんな気がする。これでワンコインは正直かなりえぐい。まあ広告だと思うんで、おそらく本来の適正価格がどんなものかで見方が変わるよな。12巻でこのクオリティなら、リッチとか考えると1400円とかならいい感じかな。どうかな。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントお願いします。ちなみに普段のお寿司いくらなんですか？普段だと900円とか。あ、そうなんですね。普段ね、このメニューがなくて、マグロ尽くしとか900円とかで、はいはい、一番安いので800円ぐらいですね。あ、そうなんですね。俺が店を出た時にはちょっと行列でした。まあ、テイクアウトもある分そんなに激並びって感じではなかったですね。今回ですね、そのワンコインで食べられるお寿司ということで、いかがでしたか？普段は同じ麺に割れないけど、まあ、似たようなもので800円、900円とか考えるとめちゃめちゃ安いですね。値段感とクオリティで見ると、いやあれはうまいでしょうっていう感じ。2000円とかだったら、いや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 ってなるけど、1000円以下であのクオリティ出せるんだったら普通にすごい。まあ居酒屋だしね。今回もですね、まあちょっとリクエストで答えたんですけど、なかなか面白かったです。毎回みんなが見てくれてグッドボタンを押してくれるおかげでこういった動画が撮れるので、今後も継続するためにグッドボタンとチャンネル登録お願いします。サンキューな登録ポチッ。